Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? 皆さんこんにちは、みこです。今日は前回のレッスンに続いてインデフィニードについてご紹介したいと思います。今日ポイントになるのはアルグン、アルグーノ、アルグーナ、アルグーノス、アルグーナスです。人でも物でも使います。修飾する単語によって使い分ける点に注意が必要です。例えばレストランはスペイン語でウンレストランテですよね。ウンレストランテは男性名詞なのでアルグンレストランテ、複数の場合はアルグーノスレストランテスとなります。次は歌という意味のウナカンシオンを例にとります。ウナカンシオンは女性名詞なのでアルグーナカンシオン、複数の場合はアルグーナスカンシオンネスとなります。でここでアルグンって何？アルグーノとどう違うのっていう疑問が出てきませんか？アルグンはアルグーノの語尾の「お」が消えてアクセントマークがついたものです。いつ使うのかというと、主に男性名詞単数の前につく時です。うのとうんの違いと同じですね。余談ですがこのルールエポコペと言いまして、日本語では語尾音消失や語末音消失と呼ばれております。最後に来る一つあるいはそれ以上の音の脱落のことで、今回のアルグンのケースもそうですし、ブエンオンブレ、ウンディやグランアベンチューラなども同じです。広い意味ではテレビジオンをテレと言ったり、フォトグラフィアをフォトというのも同じグループに入るようです。それでは例文をご紹介します。アルグンディアビアハレポルトドエルモンド。¿Has visitado alguna vez algún país interesante? Algunas personas tienen tanto miedo a volar. Algunos problemas de la escuela. Algunos dicen que el dinero compra todo. Alguno が algún になるケースも多いのですが、もちろん alguno も使います。例えば¿Sabes que será una buena película cuando sale alguno de ellos? Si viajas a alguno de estos países, deberías conocer sus leyes. 比べてみますと、alguien está mintiendo. Alguno de los dos está mintiendo. 1は誰かが嘘をついている。2は2人のうちの誰かが嘘をついている。アルグーノでエージョスだと彼らのうちの誰かっていう意味になります。表現の仕方はいろいろあるので、そういう言い方もあるんだなっていうくらいで、皆さんのレパートリーの中に入れてもらえると嬉しいです。いつも見てくださっている皆様、本当にありがとうございます。今回のビデオはリクエストをいただいて作ってみました。こんな私にリクエストいただけて本当に嬉しかったので、何か分かりにくいことなどあればどうぞお気軽にメッセージをください。私自身は言語学の専門家ではないので、どこまでまとえた説明ができるのかはちょっとわからないですが、私なりに一生懸命ビデオを作ることで少しでも皆さんのお役に立てれば光栄です。いつも見てくださっている皆様、温かいコメントをくださる皆様、本当にありがとうございます。それでは今日はこの辺で、皆様素敵な一日をお過ごしください。Muchas gracias por ver mi video. Chao.